フェルナンド・ポー・ジュニアこと、ロナルド・アラン・ケリー・ポーは、フィリピンの俳優。FBJ やダー・キングなどと表記されることもある。しばしば、フィリピン映画界の王と呼ばれる。2004年には、フィリピン大統領選挙に出馬したが、現職のグロリアーロヨに、僅差で敗れて、当選はならなかった。俳優のフェルナンド・ポー・シュニアは父親。女優のスーザン・ロセスは妻。 女優のロビ・ポーは、ジ・娘であり、政治家のグレース・ポーは、幼女である。死後の2006年5月23日には、グロリア・アロヨ大統領によって、映画分野における、フィリピン国民芸術家に選出された。この栄誉は2012年7月20日に、ベニグの秋の賛成大統領によって承認され、8月16日に、ポー・ジュニアの家族に授与された。 ポーという生の本来の綴りはポーではなく、プーである。祖父はスペイン人劇作家のロレンソポーであり、カタルーニャ地方のマヨルカ島出身である。ロレンソポーはスペインが領有していたフィリピンに渡り、工業などに携わった。1898年のパリ条約によってフィリピンはスペインからアメリカ合衆国に割上されたが、ロレンソポーはパリ条約以前からフィリピンに居住していた。 父親は俳優のフェルナンド・ポー・シュニアであり、母親のエリザベス・ケリーはフィリピン系アメリカ人である。1939年8月20日、ポー・ジュニアはロナルド・アラン・ケリー・ポーとしてマニラで生まれた。ポー・ジュニアは6人兄弟姉妹の2番目であり、弟のアンディ・ポーも俳優となっている。当初はアンディがフェルナンド・ポー・ジュニアと名乗ったが、後にロナルドが ポージュニアという名前を引き継いだ。俳優のコンラット・ポーは、ポーシニアと女優のパトリシア・ミファレスの間にできた、非着出士である。1953年には、サンベダ・カレッジで初等教育を修了し、サン・セバスティアン・カレッジで中等教育を受けた。その後は、マプア工業学院とザイ,イスト大学で高等教育を受け、演劇コースで学んだ。 父親のポーシニアは35歳だった1951年に狂犬病のために死去しており、ポーは家族を養うために大学を中退した。1954年9月11日には祖父のロレンソ・ポーも死去した。映画業界でメッセンジャーとして働いた後、ポージュニアは俳優の道を歩み始めた。まずはエバーラスティング・ピクチャーズのスタントマンとして、 アナックにパラリスに出演し、1957年のローウエストギャングで人気を得た。イニシャルから FBJ とも呼ばれていたポー・ジュニアは貧しく虐げられた人々を描いた映画に出演してスター俳優となった。またポーはロノアルド・レジェスという偽名で9本の映画を監督している。レジェスは父からの祖母マルタのせいに由来している。 ロンワルド、レジェス名義で監督した、マガ・アングルナはロング・ロント・ワ・ファマズ賞で物語賞に選出されたが、選考委員は受賞式までレジェスが誰であるか知らなかった。1961年には FPJ プロダクションを設立し、そのご他の映画会社を設立した。1963年にはフィリピンの映画産業から金を奪った、ビッグ。 法と呼ばれるる。ギャング組織に対ししてて証言しているファーマズ賞では1968年のマガ・リーバック・サルーパ、1972年のアシジロ、1980年のズール・ギンシ・トート・イワト、1984年のウン・ピサ・ハンもタタプ・シンコ、1987年のムスリム357で、計語会乱優賞を受賞しており、これはジョセフ・エストラーダ。 クリストファー・デレオン、エディ・ガルシアと並んで最多受賞記録である。フィリピンでは1998年から2001年まで俳優のジョセフ・エストラーダが大統領を務め、庶民からの人気が高かった。2001年にはエストラーダ大統領が弾劾され、グロリア・アロヨが公認の大統領に就任した。2004年にはエストラーダの親友であるポージュニアが KNP から大統領選挙に出馬し、5月10日の大統領選挙では36.51%となる1178万2232票を集めたが、39.9%となる1290万5808票を集めた現職のグロリア・アロイオが2000を果たし、ポー・ジュニアは2位に終わった。なお、ポーの両親が結婚したのは1940年の ことであり、ポージュニアの出産時には法的には未婚だった。このため2004年のフィリピン大統領選挙の際には、ポージュニアがフィリピン人でない女性の息子であり、出馬資格がないとするネガティブキャンペーンが行われた。1968年には女優のスーザン・ロセスと結婚式を挙げた。二人は幼女としてグレース・ポーを迎え、グレースは後に政治家となっている。 配偶者であったスーザン以外の女性との間には女優のアナマリンとの間にも息子を設けておりさらに女優のロウェナ・モランとの間にロビーポーを設けているこの二人の被着室氏を認知したのは大統領選挙期間中だった2004年2月のことである2004年12月11日には自身の制作スタジオで行われていたクリスマスパーティーの最中にめまいを訴え ケソンにあるセール改良センターに入院した。病名は脳卒中であり、医師は多臓器不全を伴う脳血栓であると説明した。意識を回復することはなく、12月14日に65歳で死去した。大統領選挙からわずか半年後のことだった。主催者の発表によると、9日間行われた通夜には200万人が参列した。両親と同様に、 マニラ北墓地にあるポー家の墓地に埋葬された。死去から8年後の2012年12月14日、ロハス通りとアルキサ通りの交差点に、ポーの記念碑が混流され、妻のスーザン・ロセスと娘のグレース・ポーが、式典に参加した。ありがとうございます。